はい、寒いです。めっちゃくちゃ寒いです。はい、まあ、風があるからもあるんですけど、とにかくね、体感温度が冷え冷えとしてますね。はい。ね。うん、年明けてね、まあ、一年で最も日が短く寒い時期っちゃ寒い時期なんですけど、ね、まあ、毎年やっぱこう、冬は寒いもんだなって思っちゃいますよね。先日みぞれが降りましたって、おととい言ったけど、まあね、そんな言ったってこう、降るときは降るし、寒いときは寒いんだな、一年。ね、暑いときは暑したら、暑い方ばっか伸びていく気がするんですけどね、不思議と。温暖化言ってさ、寒い方は寒いまんまやねなと思いながら。まあ、平均すれば暖かくなってたかもしれませんけど。まあ、いや、それは前座。で、今回の一本目の話題は、まあ、二次避難ですね。はい。なかなか難しいのは分かって、ただ、ここでこう雑談しているときにはよく言われる話で、要は自分の住んでいる集落、最寄りの公共避難場所から、避難所から、移動して、まあ、要は自治体の外、あるいは県外まで移動しちまうっていう避難のことですね。はい。まあ、要は仮設住宅に入るとか、どっかの町のホテルに入居して、しばらくそこ で過ごすとかって話です。ね。で、それを進め始めようかって話になってるんですが、なかなか進んでないみたいですね。はい。結局、やっぱね、この辺の、まあ、これね、福島の時とはだいぶ違うんだなと思っていて、福島の時は、まあ、まあ、もうね、放射能っつうさ、原発事故っつうさ、もうどうしようもないものがあったからさ、逃げるしかなかったんだよね。そこのエリアにまさに立ち入り禁止だーっつって大なたが震えちゃったからさ。ただ今回はそこまでの大なたが震えない状態にあって、ただ余震は続いて、でもライフラインは寸断されている状態で、そこにこう人を留め置くのが極めて大変っていう状態になりつつある。ね。これが例えばね、長野県とか山梨県とかまで行っちゃって、そこの、ホテルに避難するなんて、旅館に避難するなんて話になれば、とりあえずはさ、インフラ面では問題ないし、物資の輸送面でも、まあ問題なくなっちゃうからさって話があるんだけど、ただね、ご承知おきの通り、まあ、3.11 の時っていうか、その後の避難経過をご存知の皆さんは、まあ皆さんご存知だと思うんですけど、一回地元を離れちゃうと、まあ戻れない。たとえインフラが復旧しても、が一つ。と、やっぱね、お年を召されてしまうと、地元から移動するのには相当な、ね、体力というか、踏ん切りをつけないと難しいみたいですね。はい。まあ、なんでこんなこと言ってるかっていうと、輪島市、ね、輪島市、市長がわざわざ避難所巡って、はい、体調を伺いで一旦外に、市外にですね、出て休むこともお考えてもらってっていうことを、言って回ってるそうです。はい。まあね、これに関しては、まあそうなるよね、だしょ。うん。まあそうなりますわな、ですよ。うん。正直言って、まあ、特に、これがね、まだこう、40代とかだったら、まあ多少きつくても、避難所生活でなんとかなるっちゃなんとかなんだから、31の時、そのまさに放射能問題があったから避難せざるを得なかっただけであって、多分ね、福島、原発事故がなければ普通に避難所で生活してたんじゃねえのって思ってますよ。ところが今回は、要は、避難者自身が自分で自分の生活を維持する避難所でね、面倒を見ることが極めて難しい人たちがかなり多いんだろうなと思います。だから、もうね、人口流出とか考えてられない、こう、支援体制を維持している余裕がないってなっちゃうんだったろうな、と思いますね。はい。ね。だからもう、苦肉の策もいいところ、じくじたら思いつってますけど、まあね、しょうがないとは思いますよ。うん。もう命を取るか、地元愛を取るか、土着の根性を取るか。うん。ね。支援を寸断されても、ぶっちゃけ文句は言えなくなってきちゃいますからね。時間が経てば経つほど。まあ支援しないのはなかなか難しいけど、でも選択肢を与えたんだぞって言われちゃうと、なかなか難しいでしょ。その辺を、いかに、相手を、もごろくしている人たちに理解させるかだと思うよ。うん。私の父親とかもそうだけど、もうね、顔面になってくるとね、動きたがらないからさ。もうね、もうね、諦めてるよ、私は。はい。諦めとるよ。うん、正直言って。うん。
で、だからもう、親父が寝たきりだった瞬間に私は会社辞める時だと思ってるから、まあ、あと何年つったら、60まで私は定年まで勤められるかなーっていうのはだいぶ不安ですけどね。まあ、いいや。はい。まあ、そんな具合でね、もう、しょうがないってなったら、もう強制的に動かすぐらいの気力を、もう自治体は持たざるを得ないところに来てるってことを、皆さんに知っておいていただきたいなってお話でした。どうせ、避難先の二次避難先は、公共でね、支援してもらいますからね。はい。よろしくお願いします。